皆さん、こんばんは、マーティーンで、あの、ミラクルボーイ。キンタクです。キンタクの大相手ポンサクランボープ2023年を終えて、実は、B シフトは不調でしたけど、A シフト実は、本来の調子戻ったんです、2ゲーム目以降。なんと160以上だし、3ゲーム目実は170。あともうちょっとで200行きたかったです。前半は確かに199は出したしね。確かに最高のスコア、1000は超えたかったけど、惜しくも超えられなかったですね。はい。順位はいずれもブービーでしたけども、まあ、B シフトの方は、 二つ最下位から三番目ですけども、まあまあ、ギリギリ持ちこたえましたしね、はい。まあ、プレッシャーの中頑張りましたけどね、はい。レーンの変化によるからね、はい。確かにストライクは連発し、ダブルも何度かありましたけどもね、はい。前夜祭は思うような結果に残せませんでした。そこは申し訳ないと思っております。はい。まあ、そうですね、はい。まだまだなとこありますが、 まず初めて会った岡田幸子さん。実は岡田幸子さんとは血がつ繋がっておりませんでした。大変失礼いたしましたし。大変失礼なことになってしまいました。申し訳ございません。そこはご了承ください。他にも、えー、いろいろ坂倉姉妹今年もお会いしましたし、前田光雄さん、えー、天野由美子さんも今年会いましたし、都の椅子プロも、はい、ありがとうございます。感謝を申し上げます。初めて会った人と、あと千葉でお会いした人、戸部誠さんも感謝してます。 松本智也選手も、はい。ありがとうございます。みんなありがとうございます。アマチュアカーも、東北から大阪、関東、関西まで、様々な県から来ていただいて、本当に感謝申し上げます。やはり、ご留意、こうしてからいろいろ賑わってます。はい。まあ、そうですね。B は楽だけど、A は全然楽ではないです。まさに死のグループに入っております。もう、アマチュアナンバーワンと、県、金メダリスト、チュード,ドーナメント、そして、数多くのタイトルを獲得、タイトルというか、 まあ、チャレンジマッチでタイトルを獲得した名選手、国体経験もある名選手もおりますし、はい、常連もおりましたから、まあ、勝てない、勝てなかったのはしょうがない。一応は勝ったこともあったんだけども、一人だけ。だが、えー、まあ、壁は厚いです。はい。確かに、食らいついたんだけどね、追いつくことは何とかできた。食らいつくことも何とかできましたし、はい。えー、もう、ここはツアートーナメント、ドームレディスの意地です。まさに、はい。意地を見せての試合でした。はい。 今日は長い話です。すいません。はい。以上です。バイバイ。